広島市の繁華街にあるお好み焼き店元祖偏屈屋です。入り口には阪神の選手たちのサインに埋め尽くされた黄色いのれん。あれの瞬間が迫る中、満を持して封印を解いたというのです。普段ちょっとあんまり出すと怒られそうなんで、普段は出してないですよ。だからあの向こう側ののれんがあの赤と黄色なんです。あ、そうですね、赤と黄色です。あれは阪神戦の時に出してますけど、もう真っ黄色はさすがに出さない、今日だけ、うん、代表の川原さんは祖母や先代の母から続くタイガースファン。どんなに周囲から浮こうとも広島の地で虎党を貫いてきました。そして最高ですね、これ広島に来てでも最高です、ありがとうございます。どうですか？いや、もう私も嬉しいです。阪神代も店たまたま見つけたんですけど、もうここに来て正解すぎて、案外と関西の方がしっかり出してくださってたので良かったと思います。あのカープのファンの方にもね、あのしっかり振る舞わせていただいたので良かったなと思ってます。18年ぶりのあれだったので、あの本来はねカープのお膝元なんですけども、今までうちはやっぱり阪神さんに支えていただいたので、あの一緒にお祝いできて良かったなと思ってます。ということなんですけれども、あの私もタイガースの OB に連れてってもらったことあるんですけど、はいはい、あのその時ここジョッキが必ずタイガースのロゴ入って出すんですよ、うん、ごめんなって言いながらその日タイガース勝ったんでごめんなって言いながら乾杯して、あとタイガース関係者結構多くてですね、外国人選手が一人でカウンターにいるのありますよね、木村さん。これ岡田監督もかなり言ってんじゃないですかね、うん、このタイガース関係者ご飯に行こうかじゃなくて今日偏屈屋行かなあかんって言います。天命をもう言うんですね。そうなんです。それが聖地になって同様にカープを支える大阪や東京の店だったりますので、本当にここ大いに沸いたのが何だと思います。